新平家物語第」第五百八十三回講談社吉川英治「歴史・時代・文庫」より朗読は城春彦です。初ぶり下郎下。やれ、そこなる巫女。 お泣き遊ばすな。これ召されませ。なんとも静かな夕なぎじゃ。そよ風だにございませるわ。そのあたりをおなぐさみにひとめぐりいたしましょうで。前立てもないしころばかりの八かぶとに顎から頬へ初ぶりをつけた増表だった。ちょっと小荒らしく見えたが、帝はそれよりも船がおうれしいらしく、一層そ御母のたもとにすがってやまなかった。では。 ここから宮城の海を斜めにあの御たら川の磯までお渡り遊ばしては祖父の壺はそう言って下の造幣へそなたは誰の手のものかと尋ねた造幣は老片手にひざまずいて影広殿の手勢にて名もない下牢にござりますると答えた祖父の壺は女院のお顔を探るようにこのなぎなれば 岸をお拾い遊ばすも小舟の上もさして違いはございますまい帝のおねだりに任せて松木の御所までお船でお帰り遊ばすのもまたご一興ではございませぬかと勧めた女院も今では海にもおなれになっている怖いというお気持ちはないちらとうなずきをお見せになった そして船寄せの木膝端の方へ歩み出され、帝のお手を取って下廊の小舟へお乗りになった。卒のつぼ根も後から乗った。初ぶりの下廊は小舟の端に身をかがめていたが、やおら老を取って立ち上がり、では、松木の御所へお帰りなされますか。御所のお庭はいそ続き、そこへお付けいたしましょうで、ね、と緩やかにこぎ始めた。帝はもうご機嫌だった。 べりから小さい音手を伸ばして波とお玉むれになったり空を行く渡り鳥を仰いだり大人の持つ今日の干渉もないし明日の不安もさらさらない。夕べの神事が済みやがてまた横森の物臭に移るのであろうか放電の総額につれ他の同等からも金が鳴っていた。 峰や谷をちりばめている陶名やら百八軒の水路の碑など振り返ると無限の国の国ようであったこの無限美を現実の地上に描き出してみたいとした欲望こそ古入道清盛の持った夢だったのである。 清盛がこの世に残したその厳島曼荼羅は今彼が生前に最も愛していた娘と孫の瞳へ確かにその無限を見せていたのであった「救援あきれい天の星よりきれいな明かり小舟の上でも帝はちっともじっとしていらっしゃらない」「ひーふーみーよ」 身吉に立って酔いとなった厳島の天皇や老大に散りばめられた無数の日を数えながら「目のとあの明かりの数はいくつあるか当ててごらん」「千あるか万あるか」「外のつぼねを振り向いておっしゃったりした」「静かなうねりが小舟を少し揺り上げた」「すぐ帝はよろみきかける」「慌ててつぼねは帝をお抱きしてきて元の座へお末した」「巫女」 女院はその内ぎの袖で帝のお体を深く買い寄せた。もしお家遊ばすといけませんから、ここにこうして大人にしていらっしゃいませ。うん。と帝はいつになく素直にうなずいて、おん母、この船はどこへ帰るの先ほどの松木の御所のお庭先へ。まろはいつまでもこうしていたい。おん母と目のとと三人きりで。おお。 巫女もそうおぼしめすか。女院はほおずりして、本に、そうしてようおくれるものなら、この母とメロトの2人がそにすなどり、山に薪を拾っても、なんぼ幸せな暮らしであろうものを、としみじみ言った。そしてふと、おお巫女よ。 小舟はちょうどかなたの放電から真ん前の海に来ています。ここから厳島の神に三人してお願い申し上げましょう。たとえどんな不瀬あの貧しい暮らしでもよいゆえ血生臭い修羅の世は一日も早くこの地上からなくしたまえと。女院とぼねが手を合わせて形をしてみせると。 先の一門列座の祈願の時は何と言ってもなさらなかったのにすぐ小さい手を合わせて御母のする通り黙拝していたところが を操っていた初ぶりのろうはさっきから女んと帝の小声なお話を聞かぬふりして聞き耳立てていたのだがふと帝が小さい御手を合わしたお姿に恍惚と見とれてしまいそのため我を忘れて「おお<ー>っ!と」とロベソをこぎ外した当然妖配していた人の無我を驚かせた「いやあそういたしましたお許しをどうかひらにお許しを」 初ぶりの男は慌てて下へ片膝を落とした。そして誤り抜いた。卒のつぼねはさすが時忠の妻ほどなものはある。細かな目をきっと注いで、何してぞ、そこらろうは、と叱るように言った。あ,あつい、ろを外しましたようで。はて愚かな言い抜けを。日頃、小舟を操り慣れた者がなんでめったに手慣れたろを外そうぞ。 先ほどから見ておるに、ソチは船をやるさえ上の空で、何やらこなたのお話へのみ聞き耳立てておる様子。うわめ、めっそうもないこと、いいえ。油断のならぬ男よと先ほどから見ていたのじゃ。物腰とてただものとは思われぬ、影広殿の増票とは偽りであろうがの。はあ。そも何者ぞ、ソチは。 こう畳みかけられ、初ぶりの男はついに友板の上に平服してしまった。そして、卒のつぼれからとがめられたことを、むしろ良いしようとするかのように、一層その姿に慎みを見せて。下うの身にて、既存へ近づき参らせたる上、素性をも偽り立てまつり、従従の罪、お詫びつかまつりまする。 妄政、害意を抱く者ではございませぬ。実申しあぐれば、それがしはお味方の侍大将の一人、阿波の民部重義の弟、桜間の助義等でござりまする、と名乗った。しばし船は潮のままに任されていい、もううなずらもほの暗かった。その酔い明かりの中に大鳥居の四つ足が近々とあった。 祖母の壺は一時何かに襲われたように口をつぐんだ。かねがね桜間之助のことは諸将の口からも聞いていたからである。では、そなたは屋島の御陣を離れて源氏方へ下ったと聞くあの桜間之助というものですかは、その裏切り者にそういざりませぬ。不思議なことを言いやる。 自ら裏切り者と唱えながら何故増兵などになって平家の家に紛れてやる。折もあらば恩方に近づきまいらせ志を結び合いたい悲願にござりました。恩方とは平家の行く末のため密かに和を思い巡らす恩方たちへすなわちあなた様もそのお一人かと見立てますりまする。 わお、お隠し下さいますな桜間之助は敵の宝眼殿へ下ったとは申せ平家を陥れんとするものではございませんかつまたその宝眼殿もなるべく血みどろな戦はせずに主情をはじめ戸がなき女人など多くを助けてただ一つ神器を都へ返し奉るべき使命だに遂げうるならばとしておられますので。 確かに法官殿には本心そう思うているのであろうか。本心、むごい殺戮などは好んではおられません。あくまで平家と名のつく者は一人残らず滅ぼし尽くせとは鎌倉殿の言名にはござりましょうが。どうしておもとにはローホ郎法官殿の心の底が分かりますか 実はそのご本心を込めた書状もお預かり申しており、内々平家の猿を人へそれをお手渡しせよと申しつかっておりまする。で、ひそかにこれへ参りましたなれど、なんとせしか、厳島へはその御方一人のみお姿も見えておりませぬ。して、法官殿が和を誘う相手と見たは、平家のうちの誰なるか。 その書状にある宛名はあなた様の夫、平大納言時忠殿です。え人はあらんも、義経が本心を呼びかけるお人は平家のうち他にはない、親しゅう時忠殿におうて義経が胸を伝えよとの仰せつけです。あなた様にも思い当たる節が終わりかと存じますが。ほう、では、法官殿にはわらわ夫婦との 7年ほど前のふとしたし見を今でもお忘れなく覚えておいでなのであろうか。そのことは時忠夫婦の胸にも始終潜んでいたことに違いない。この人目もない波状で図らずそうした救援のある当年の子家じゃ九郎義経の密死に行き合うとは何という巡り合わせか。これも厳島の神の引き合わせかと思われた。おお いつつの間にかぼねはふと女陰のお膝を見て夜の冷えを気遣った帝は御母の膝に安心しきってすやすや眠っておられるのだった「波の上といえ油断はできない万一怪しまれては大変ぞと思うともあれ松木の御所へこぐように」とつぼねは桜間之助を促して再び小舟の炉を取らせた。 さして岸遠く離れたわけでもないから小舟はすぐ御手洗川の磯についた磯は御所の庭続きであるお迎えに出た天寺らの一人の背中へ帝は正体もない御寝顔を追われていった御母と共にそのまま真珠へお入りになったに違いないそれからおよそ半時ほどたったもうどこにも人影もない たださっきの小舟が磯の渚にしゅうもなく乗り捨てられたままあった。とやがてのこと桜間之助の影が御所の奥庭深くから小走りに戻ってきた。そして小舟に移るや否たちまち沖へこぎ去った。それは誰も知ってはいない。 おそらく彼は卒の局と二人でなお詳しい打ち合わせを遂げそして平大納言時忠一人がこの厳島三郎に上陸していないわけもまたその人の隠されているところなども局の口から「しか」と聞き取って立ち去ったのではあるまいか。